皆さんなら中で待っていますよ。それじゃあオイラたちも早く入ってみよう。ちょっと待ってください。会議の前に一つ約束してほしいことがあります。なんだ？計画を立てるときはくれぐれも無理のないように約束してほしいのです。お前はどう思う？ええ、では皆さんがお待ちです。喋ってないんだ。すでに一回話し合ったからだ。最近どうしてたんだ？あんたたちに会いたかったよ。準備はいいか？わかった。大丈夫なのかよ。いい度胸だな。私もちょっと感服したぜ。試してみる価値はある。議論の進化は解決策を見つけることだ。無駄話はいいから次の問題に進もう。おいらまで緊張してきたぞ。皆さんやっと出てきましたね。じゃ先に失礼するよ。またな。おいおい、そんな顔するなって。あんたの言いたいことは分かってるぞ。安全には気をつけるから。ならいいんです。うまくいくよう願っています。旅人さん、パイモンさん、表情を見ると話し合いはうまくいったようですね。そんなことも分かるのか？私は策略なんかは苦手なのですが、皆さんの細かい感情を読み取るのが得意なんです。その反応からすると当たりみたいですね。おいらちょっと心配だぞ。全部がうまくいくといいけど。実を言うと私も少し心配です。でもあなたたちは私の知り合いの中で一番優秀な方々ですから、信じるべきですね。オイラたちを褒めてくれるのか？本当のことを言っただけですから、褒めたとは言えません。オイラたち、実はお前に言いたいことがあってここに残ったんだ。キャンディスはこれからアール村に残るけど、オイラたちはお前の言ったことをちゃんと覚えとくぞ。そう言ってくださって私も安心しました。あなたたちだけでなく、ここを立つすべての友人にこう伝えてきました。皆さんの安全が一番大事なのだと。計画を成功させるには身の安全を確保することが第一です。ですからくれぐれも気をつけてください。はい、アドバイスに耳を傾けてくださってありがとうございます。私はここから皆さんの祝福を祈っています。皆さん、くれぐれも安全に気をつけてくださいね。うまくいくようにここから祈ります。ラジャ、行けると思う。じゃあ準備してくる。ああ、アルハイゼン。別れの挨拶は済んだのか？おう、
リスはお前らにも安全に気をつけろって言ってたみたいだな。ああ、だがもう一度言っておく必要があると思う。これからの計画はおままごとじゃない。絶対的な信念を持たなければこの一歩を踏み出すことはできない。それなりの覚悟をしてくれているならいい。おいおい、今は士気を高めるような言葉を言うべきじゃないのか。コブの社交辞令なら今言っただろ。士気はめちゃくちゃ大事なんだぞ。士気はキャンディスが君たちに優しく接する役割を担うなら、俺はみんなに問題の深刻さを認識させる責任がある。例えば後方支援に努める者もいれば、前線で戦う者もいる。それぞれの役割を果たすのは間違ったことではないだろう。うん、前線で戦うって言うけど、お前は普通の兵士には見えないぞ。傭兵集団に比べれば確かにそうだ。俺はただの文弱な学問を収める者に過ぎない。しかし俺は傭兵じゃないからこそ、比較的安全な場所でこうして策を練ることができるんだ。よく考えてみろ。あの傭兵たちは狂気に陥る危険にさらされている。それに学者も危険な職業だよな。っておい、お前も学者だろ。俺は俺、他は他だ。同じ品種のものにも優劣があるから一緒にすることはできない。こいつ、オルモス校の奴らがお前のことをイカレ野郎って呼んでたの忘れるなよ。愚かな者から見れば賢い者は皆イカレている。だからそれは褒め言葉なのだ。そういえばキング・デシェレトの遺跡で見つけた情報のことを覚えているか。そこに近畿の知識のことが記録されていた。そうか、悪くない記憶力だ。近畿の知識は人を狂わせるが、このことはスメールの人々に公開されていない。教令院に所属する俺でさえ初耳だった。そうだな、学者や傭兵たちが狂気に陥ったのは近畿の知識の影響を受けたからかもしれない。しかしこれは教令院の推測とは少し異なっている。何しろ教令院は狂気の症状は神の知識の副作用であると考えてきたからな。教令院は近畿の知識の概念をよく分かっていなかったから間違った方向に推測していたんだろう。今起きている様々な現象を合わせて考えてみれば、地域、マリン病、砂嵐、千年前砂漠で起こった近畿の知識による汚染によく似ていると思わないか。でも地域とか砂嵐とかの原因って世界樹が病気になったからじゃなかったのか。ティナリはそう言ってたけど。あ、もしかして君もたどり着いたか。世界樹が病気になった原因は近畿の知識の汚染かもしれない。どうしよう、大変だぞ。クラクサナリデビがこの状況に対応できる策を持ってるのか。お前がアビディアの森で気を失った時に見た情景と、世界が私を忘れてって言葉のことか。どうやらクラクサナリデビを救い出すことはとても重要で意味のあることらしいな。スメールの問題を徹底的に解決するには彼女と力を合わせて世界樹を救う必要がある。目的を遂行するために俺は一部の仕事の成果を検証しに行ってくる。どこに行くんだ。エルマイト旅団の拠点へ。
揃っているみたいだな。なんでここにこいつらがいるんだよ。ここで技術的な仕事をさせていたんだ。え、初期官と旅人。進捗はどうだ。ああ、初期官に言われた通り修理したよ。今使えるのは1台で、その他はまだ修理中だ。これって缶詰知識を抽出する装置だろ。まだ何か使い道があるのか。これを見ろ。缶詰知識はまだここにあったのか。お前またこいつの頭に何か危険なものを植え付ける気かよ。その表情、君は怖いのか。ちょっと怖いし、それ以上にめちゃくちゃ怒ってるぞ。ほう、なかなか興味深い。しかし今はそれを使う時じゃない。前の作戦会議でも言ったように、この缶詰知識には俺が作成した一本の法令が入っており、教令員もそれを持っている。計画通り、旅人、この缶詰に記録してほしいことがある。君は俺たちがクラクサナリデビを救い出せると信じているか。それはいい。信じる心が一番重要なんだ。じゃあ準備ができたらこの装置を装着してくれ。信じる心を缶詰知識に記録するのか。そうだ。おいらとても心配だぞ。君の気持ちは理解できるが、今はこれが必要なんだ。俺の言う通りにするのが一番いい。何事もまずは自分から騙さなければならない。自分を励ますことも時には欺瞞になる。でも役にさえ立てばいい。なんだか一理あるようにも聞こえるけど。なら想像しろ。今俺たちの計画は全て完了した。クラクサナリデビの救出にも成功し、スメールを変えられた。全てが順調に進んでおり、人々も俺たちの功績を認めてくれている。目を開けるといい。はい、これって読んでみろ。もういいぞ。頭は痛くないか。大丈夫なのか。ただの記録だ。問題はないはず。でも今したことが一体何の役に立つんだ。さっぱり理解できないんだけど。理解できずとも仕方ない。そもそもこれは君たちのようなもののために用意したのではない。オイラたちのような。忘れたのか。今回の計画は長期的にアーカー社に頼っている人々に向けたものだ。君たちから見れば信じがたいことかもしれないが、今までずっとアーカー社に頼ってきた人たちにとっては頭に浮かぶ全てが真理なんだ。想像してみろ。もし生まれた時からアーカー社のような装置を使い、君が必要な時にはいつでもサポートし助けてくれたとしたら、そのまま年月を重ねた君は何になる。何って、極つぶし、バカ。指令の奴隷だ。だからこそ規則はとても重要なんだ。それに規則を知っている者は自ら境界線を引き、グレーゾーンを見極めることができる。でもなんでお前はグレーゾーンを見極めたいんだ。こういう曖昧な領域が面白いと思ったからというだけだ。それにプラスの収穫をもたらしてくれることもある。こいつが興味を持つものって変だぞ。スメールの学者ってみんなそうなのか。さて、雑談はここまでだ。これから前科のある助っ人の二人にちょっとしたことをやってもらう。君たちはキャラバン宿駅に行って次の準備を手伝ってくるといい。
ちょっとしたこと？アーカーシャ端末に少々細工する。